デルムリン島にやってきたパプニカ王国の姫レオナ。第に島の案内をさせるが、彼らを狙って未知のモンスターが次々に襲い来る。窮地に陥るダイとレオナ。その時ダイが不思議な光に包まれる。次回ドラゴンクエスト、ダイの大冒険、ダイとレオナ姫、大冒険は続く。